はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。引き続き、カスタムロボやっていきたいと思います。さあ、グレートロボカップ本戦がスタートということでやっていきましょう。まもなく試合場へご案内します。もう少々お待ちください。ジロー、お前は本当に水臭いな。ドレッドの潜入に俺を呼ばないなんてよ。あれ以来ずっとジローに責められてるよ。ドレッド潜入に呼ばなかったって。まあちょっと緊急事態だったっつうのもあるけどね。あ、持ってないか。はい。おう、エンター。今日は思いっきり暴れるよ。そうですか。うるせえ、試合前に話しかけんな、この野郎。この野郎、ばっけや、この野郎。さすが。さすがやな、早尾くん。一般庶民に混じってバトルするというのも面白いものですわね。あ、そうですか。あ、やばい。やばい。ちょっと、まだ話しないやついっぱいおる。守もジローも俺様の出番でかなり動揺してることだろう。二人して俺様への対抗策でも練ってると見たぜ。ガハハ。そうでっか。ロボの最終調整してるところさ。君どんなパーツ構成で出場するの？僕のはもちろん教えてあげないけどね。手のひらに人と書いて飲む。書いて飲む、書いて飲む、書いて飲む、飲む。飲みすぎちゃうか、それ。緊張しすぎな、まずな。コマンダーにとってこのグレートロボカップは一つの大きな節目だよね。君はこの大会が終わってもカスタムロボを続けていくつもりなの？もちろん。そうだよね。ドラマや映画はエンディングが流れたらそれで終わりだけど、カスタムロボは続きがあるはずだよ、きっとね。もうこの時点で続編を匂わしてんねんな。まあ、実際にこれは続編が出たわけですけどね、カスタムロボは。へぇー。ブツブツブツ。俺は最強だ。守るも片手でちょいだ。勝てるぞ、勝てるぞ、ブツブツ。自己暗示か。自己暗示はやっぱ壁に向かってやるの。ちょっと待ってくださいね。参加コマンダーのチェックをします。はい、エンタ君ですね。どうぞ階段を登ってください。ちょっと待ってくださいね。エントリー順に、左右の階段に分かれて入場してもらいます。エンタ君は左の階段から入、あ、二択で当たったんだ、俺。二択で当てたんだな。じゃあ行きましょう。こっちからね。あ、じゃあセーブしておきましょう。さあ来た。エンタ君ですね。1回戦は5番デッキへ行ってください。対戦相手が待ってます。対戦相手5番デッキ。とりあえずカトレアではないのは確かにな。なんかこのここだけなんかすごい斜めじゃない？すごい斜めの角度からこれなんか見てるような気がする。なんかこの立体感がわからんわ。このステージだけすっごい斜めから見てるわ。こんな小ザクさんよりも早いとこ主役級のコマンダーと戦いたいものですわ、つって。いや、一応他の地区の予選をクリアしてる人ですからね。ザコと言ったらザコと。ほら、怒ってるやん。でもお嬢様に罵られるとはなんだかちょっと嬉しい。ド M やん。お嬢様にド M やん。お嬢様に罵られて喜ぶド M やん、こいつ。で、ああ、いかんいかん。俺は何を言ってるのだ。ほら、もうなんか、目覚めとるがな。な？大会でこんだけの人が見てる中でもうなんかに目覚めとるやろ、お前。ほんとに。5番デッキ。2番、あ、2番は、早尾。こいつ例のドレッド本部に乗り込んで組織を壊滅させたコマンダーの一人って本当か？そうなんです。くぅ。お前のデッキはこっちじゃねえだろ。寝ぼけてんのかよ。まあ寝ぼけてるという点で言えば、今の私はそうかもしれないな。この時間帯で、深夜のこの時間撮ってるから。ああ、空が青いな。こうして広大な空を眺めていると勝ち負けなんてどうでもよくなってくるな。ふふ。ってそんなわけないよね。ああ、言うほどに勝ちを意識していこう、俺。ゲームドームでしょ？ドームでしょ？え？空が見えんの？それにしてもでかい試合場だな。友達がいっぱい見に来てんだけど、どこにいるのやら。もうそうですね。
本戦まで勝ち残れた女性コマンダイはカトレヤさんと私だけみたいね。最後まで頑張るわよ。そうですか。予選の蹴りは尽くさせてもらうぜ。てか俺シードないのこれ。せっかく地区で決勝で優勝したのに、決勝で優勝してもシードないんだな。もしもこの大会に優勝できたらできたで、それがまた一つの始まりなんだろうな。あ、そういうことですね。じゃあ私がもし優勝したとしてもそれはまだ始まりだと。これだけ参加者がいて守と戦えるのは一人だけか。厳しいな。なるほど。負けたら土を持って帰りたいんだけど、甲子園かお前。お前甲子園か、高校野球の甲子園かお前。そんなものないね。ないよね。もうだってこれもう地面は全部あのカービーボールのあれだよ。カービーボールの地面やし。お、ジェイク、ジェイク。ぬぬ、ジェイク許すまじ。コマンダーがモテようだなんて。羨ましすぎるぞ。いや、ちょっと違うライバルシーンや、それ。嫉妬シーンや、それは。おう、エンター、僕、たくさん友達できました。特に女の子ね、ふふ。強いコマンダーがこんなにモテるとは知りませんでした。僕、カスタムロボずっと続けるよ。プレイボーイやな。プレイボーイのやつやわ。ここか、5番。やっぱな、1回戦つったら不可視だよ。結局だよな。結局不可視だよ。もう1回戦恒例の不可視みたいになってるもんな。ガーハハ、これだよ、この大舞台。不可視様にふさしすぎる。俺様は最初からこういう舞台で戦うべき男だったのだ。ガーハハハ。負け取ったけどな。うん。君は予選1回戦で負けたんやけどね。結局は。無理やりねじ込んだそこの順位、そこに入ってきてんだけどね。うん。皆さん大変お待たせしました。いよいよグレートロボカップ本戦スタートです。皆さんすでにご存知の通り、スーパースターマモルくんが今回で引退という衝撃の事実。今年はマモルくんの勇姿を見る最後の大会になると同時に、彼を超える新たなスーパーコマンダーの登場に期待がかかる大会と言えるかもしれません。それではいよいよ1回戦開始しましょう。開始いたしましょう。レディーゴー。お、始まってるよ。着々と始まってる。おー、カトレヤも始まる。さあ、こっちで早尾が始まる。さあ、こっちも始めよう。ふっふっふ、エンタよ。俺様が何の策もなしにこの大会にエントリーしたとでも思ってるんじゃあるまいな。あ、なんかあんねん。俺様にはドレッド基地からこっそりくすねてきたこの V レーザーガンがあるのだ。あ、もちろんレギュレーションには違反してないからね。いざ勝負なのだ。あ、そうなんや。違法パーツじゃない V レーザーガンっつうのを手に入れたんだね。我が宿命のライバルよ、いざ勝負なのだ。行きましょう。ウォリアー、電光石火のスーパーファイトを見せてやるのだ。さあ、ファッティデバイス型、ドデカン。あ、ファッティバイス型ね、ドデカン。動きが遅くて、ダウンしにくいタイプね。はい。なんか前回、フカシと戦った時、意外と苦戦したからね。V 字型に2本、空中で打つと正面に1本の、レーザー。あー、あったな、あれ。あれ、誰が使ってたっけな。誰が使っとったやな。使い分けた攻撃。はいはい。中遠距離な。やっぱ近距離でやるしかないんか。相手を挟むように爆発する。ウェーブポット。おー、はいはいはい。爆発と、左右動きを封じて V レーザーで挟み込んでくる感じやな。なるほど。ボムの動きにとらわれてたらダメだということだな。わかった。じゃあこっちのカスタマイズはですね、はい、じゃあこっちのカスタマイズもね、変えずにいきます。クレセントボムとこのフロートポットでね、ジャンプをもう塞ぎ込みます。塞ぎ込んでドラゴンガンで
ドラゴンガンドンホーミング制で狙い撃つというスタイルでいきましょう。じゃあホロセム情報、スパークリングアリーナ、キューブが移動するステージ、中央のスロープもうまく使おう。なんかちょっとややこしそうなとこですね。いきましょう、ふかしとの一戦。勝てるかな今回は。あーなんか真ん中がベルトコンベヤーみたいになってるのかな。オッケーオッケー、着地してる。おお、避けられた。ああ避けられた。危ない。オッケーオッケー、クレセントボームが効いてる。オッケーオッケー、クレセントボームが効いてるよ。わお、なんかあの V レーザーがうっとしいな。 V レーザーがうっとしい。ジャンプを封じよう、ジャンプを、ジャンプを封じよう、ジャンプを封じよう、ジャンプを封じよう。オッケーオッケー、ホットがね微妙に効いてきてる。ジャンプを封じよう。オッケーオッケー、ポットとボームが効いてる。あーボームが貫通してくんだな壁に。壁の裏に隠れてんのに俺は。オッケー、ボームが効いた。クレセントボームいいですね。あれだいぶ遅めに来るから、後から後からジャンプしようとしてるタイミングで当たる。うん、いい、クレセントボームが合ってきた。うー、自然に涙が出てくる。今日の涙はひときわしょっぱいぜ。3、2、1、フォー、明日に向かってダッシュだぜ。何やるんだ、やり、何やり出すんかと思った。お、オッケーオッケー。次な、次何番デッキやったっけ？聞いてなかった。4番デッキね。ふかしはこっからどっか行ったやな。実体化できるんかなこれ。4番デッキ？あ、はよ分かったんか。幽霊からもらった人形を見つめている。あ、なんだよ。ずいぶん小汚ね人形だなと思ったんだよ。もう素直になれよ。自分に素直になれよ。つって松岡修造言われるでこれ本当に。甘い甘い、私、もう後ろに回り込んでいますことよ。ほほ。で、その反応。僕はかき回されてペースが乱されっぱなしだ。やっぱカトレア強いんだな。あ、こ、ジローさん、ジローさん。俺のレイフォール連撃からは逃げられやしないぜ。く、か、かわしきれない。これはジローさん勝つな。あ、ジェイクと。ジェイクとやってわし。3番デッキはもう使わない。あ、3番ちゃう、5番か。ちょっとパーツ化だけしてきます。よし、パーツ化してきたんでこれで大丈夫でしょう。行きましょう、ジェイクとの一戦。僕この大会の前にアメリカのマミーに電話してきたね。マミー、僕にチャンピオンになって帰ってこいと言いました。僕マミーとの約束守ります。さあエンター、準備 OK ね。はい、レッツバトル。セクシースタンナー型ジェーン。さあどう出る。全ロボ中トップクラスのジャンプ力。あ、ジャンプな。オッケーオッケー、ジャンプを封じないとまず。それで、かい、あ、フレームガンか。あ、俺が昔よう使っとったフレームガンな。はいはいはい、近距離やな。近距離が怖いねフレームガンはな。ちょっと距離を取ろう。あ、こっちはドラゴンガン持ってるから。スピードの速い棒。あ、ストレートボムね。はいはい。と、フェイントポット。相手の目の前で移動し、急停止してから爆発する。はいはいはい。で、クインクジャップレフ。あ、もう完全にこいつはジャンプしてくる気満々やで。だからこっちもクレセントボム、フロートポット。ここをもう変えないでいきます。うん。ドラゴンガンもそのまま行こうかな。V レーザーガンもちょっと魅力的ではあるけど。ドラゴンガンで行こう。
装備は変えずに、今回も装備は変えずに行きます。ジャンプを警戒したこのカスタマイズで行きます。コロッセウム情報は一緒ですね。はい、行きまーす。ジェイクとの一戦スタート。勝てるかな。ジェイクも久しぶりやな、なんやかんやで。結構久しぶりやで、ジェイク戦うの。さあ距離は遠い。あー、頭から着地。あー、でも壁があるから安心。多い日でも安心。よし、じゃあ OK、 ジャンプを警戒して、ジャンプを止めて、ジャンプを止めてね。で、距離は近く、近いと困る、距離は近いと困る。距離を空けつつね、フレームガンが怖いから、フレームガンだけ警戒して。オッケーオッケー、効いてる効いてる。あー、やられた。フレームガン怖い、フレームガン怖い、フレームガンが怖いんだ。私はフレームガンだけが怖いんだフレームガンの痛さが怖いんだ。知ってるからさ、昔使ってた武器だから怖いんだよ、それは。危ない、やめて、やめて、やめて。もうこっち倒れてるでしょ。フレームガンだけが怖い。あー、フレームガン怖い。くそー、もう1回当たると2回やってくるな。やばいな、ジェイクやばい、ジェイクやばい、ジェイクやばい。もううっとしい。あー、負けた負けた。ちゃうな、動きが相当早いな。フレームガン全部避けられてるわ。フレームガンちゃうわ、あれあれ全部避けられてるわ。ドラゴンガン、ね、ドラゴンガン遅いんかな。もう結局変えずに行こうカスタマイズ変えずにそのまんまで行きまーす。2戦目よし、危ない。オッケーオッケー、効いてる効いてる。いいよいいよ。フレームガン打たせない、フレームガン打たせない戦法で。オッケーオッケー、いい、今回いいよ、今回いいよ。フレームがまだ当たってない。あー、ドラゴンガンが失敗した。あー、ブロック邪魔、ブロック邪魔、ブロックが邪魔でダメージ食らい出したよ。オッケーオッケー、有効有効。ボムとポットのコンビが素晴らしい。オッケー、勝った。1回目のあの苦戦がもう嘘みたいなようや距離をしっかりとってボムとそのねポットの勢いがうまいことあったから今すごいいい感じやった。おう、マミー悔しいけどエンタナイスコマンダー。エンタこのまま決勝までノンストップダッシュでゴーゴーね。いやー、勝ちましたね。2回戦突破おめでとう。次は3番デッキに進んでください。本番デッキ誰やろ。3番、こっちか、え、3番、こっちか。おお、まさかのカトレア、カトレアか。やっぱ最後の最後まであれやな、早尾を残しておくんやな。やはりジローを倒せるのは守るだけなのか。予選でエンタとかいうコマンダーが倒したと聞いていたが信じられねえ。いや、倒しましたよ私。オラオラ、いくら逃げても無駄だぜ。あ、こっち早尾ね。去年の大会にはこんなすごいドラゴンガン使いはいなかったぞ。
俺もドラゴンガン使いなんだけどな。こんな雑魚戦はとっとと終わらせちゃおうぜ。全然言えてないな。今日全然言えてないわ。残りコマンダーも随分減ってきたな。守るへの挑戦権が近くなってきたぜ。はい、じゃあということで、じゃあ次回はね、カトレアさんとの戦いをやりたいと思いますので、じゃあ次回もお楽しみください。ということで今回はここまでします。エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。